神戸有馬電気鉄道店1系電車は1929年に日本車両製造で製作された神戸有馬電気鉄道の展望車である。当初は付随車であったが1936年に制御車に改造され、さらに1944年に区派141が与え、改造された。神戸電鉄は今でこそ通勤路線であるが神戸有馬電気鉄道として開業した当初は、 観光鉄道であり、沿線の風景が楽しめるように1929年春の花見シーズンから電動車と連結して、港川有馬温泉館を1日に往復させた。車体は、濃成色で塗られ、屋根を交換で指示し、下半分に後半を張り上部に、横引きカーテンを設けただけである。扉は前中後の三つあった。座席は片側に寄せて、もう片方を通路とした形式で、 中央扉を境に通路と座席の配置を逆としていた。桜が散った後も新緑能量紅葉ともの量公用と物珍しさも手伝い好評を博したが窓ガラスがないためう展示は雨が車内に入り込みカーテンを閉じると外が見えないという問題があった。雨天の際は運休としたが、運転日の途中から雨になった日には苦情が出た。 1930年の改造後の天一翌1930年8月、日車にて改造が施された。陶器の使用のために柱を平板で補強、風対策として周囲をガラス張りにし、座席も中央扉を境に半分を畳み敷き、あと半分をクロスシートに改め、夏場は下段の窓を取り外して使用した。台車は路面電車タイプ。また、 1936年には制御装置、制動弁を新設して制動車となった。戦時中の1944年、輸送力の増強のために、天一は川崎車両で制御客尺派1 4 1系1 4 1へと改造された。つまは、非貫通3枚窓、側面客用窓は2枚。乗務員扉も有するが、運転台は、 有馬川のみの型運転台車であった。定員80人、展望車時代から2メートル短く全長13メートル。台車は当初点1型から引き継いだ路面電車タイプだったが、1958年に南海電気鉄道から譲り受けたブリル 27MCB-2 に振り替えた。1962年、区波131.13251とともに、 神戸寄りに貫通路が設けられた。元機動車だった他の区派とは異なる唯一の電車タイプの制御車として電動車と組んで運用されていた。末期は、で201系ので205で204と3両編成を蘇生していたが、高性能車の増備に伴い1974年に廃車となった。ありがとうございます。